ケンプファーの系譜。一年戦争末期に月面基地グラナダで開発が進められた MS-18E ケンプファーは、地球連邦軍へと戦局が傾く中で、この状況に対抗するべくジオン公国軍が開発し口述するルビコン計画に投入された試作モビルスーツの一機である。なおケンプファーとはドイツ語で闘志を意味している。教習用モビルスーツというこれまでにない開発コンセプトの元設計、開発が進められたケンプファーは高い機動性と運動性に加えて敵防衛線を進行できる突破力を兼ね備え、機動力を生かした一撃離脱と対モビルスーツ戦を重視した運用を想定して開発されているため、装甲は機体上半身のみに集中させ、それ以外の装甲は機動力向上のため極力薄くするとともに、スラスターなどもほぼむき出しの状態という紙装甲に等しい軽量化が施されている。またジェネレーターへの出力低下、水力減衰を避けるためビームサーベルを除いて兵装は全て実弾系装備でまとめられており、機体各部に搭載された大水力バーニアスラスターによって 1G 以下という環境の中、うつ伏せ状態の突撃姿勢のまま地表面スレスレを高速移動することが可能になるなど、高い機動性を獲得している。そんなケンプファーの系譜の始まりは、宇宙世紀 0079 1月31日、地球連邦軍とジオン公国軍の間で締結された南極条約確立直後に実施に移されたジオン公国軍の統合整備計画と、一年戦争終盤ビームライフルの量産体制が整った時期に公国軍で実施された YMS-18 構想に端を発していると言われている。ただし YMS-18 構想という名称は、一年戦争末期にジオン公国軍が打ち出したモビルスーツ開発プランの一つであり、統合整備計画や小惑星ペズンを開発拠点として実施されたジオン公国軍の総合的な兵器開発計画ペズン計画の中に含まれるプランの一つとされている。統合整備計画について、統合整備計画とは前述の通り、宇宙世紀 0079 1月31日、地球連邦軍とジオン公国軍の間で締結された南極条約制定直後に実施に移された、機種を問わずモビルスーツの規格統一を進めることで生産性や整備性、運用の効率化を実現させるというプロジェクトであり、この計画自体は一年戦争開戦以前からジオン公国突撃機動軍大佐マクベによってモビルスーツのパーツ規格を共通化させることで発生するメリットについて提唱されている。主な計画内容は、モビルスーツ開発メーカーごとに異なる部品やパーツユニットを統一し、さらに全てのモビルスーツをザクの生産ラインで製造、モビルスーツの機種を問わずユニットレベルでの共通化を図ることで機体同士の互換性を向上させ、生産性や整備性の効率化を実現するとともに、新型モビルスーツの開発スピードの加速にもつながるという計画である。中でもコクピットとマニュピレーターの規格統一を図ったことで、パイロットの育成、機種転換訓練の短縮や手持ち式武装の互換性向上によって戦況に合わせた臨機応変な対応にもつながっている。コクピットには宇宙用モビルスーツと陸戦用モビルスーツ共通規格の第2期生産型コクピットが開発され、ザク2回、リックドム2、ゲルググマリーネ、ゲルググイェーガーなどのモビルスーツに採用されており、ズモックエクスペリメントやハイゴックなどの水陸両用モビルスーツには第2期生産型とは異なる水圧に対する耐久性、気温調整機能を備えた共通コクピットが採用されることになる。しかし一年戦争開戦以前では、マクベのこの規格統一案は上官であるジオン公国軍突撃機動軍司令キシリアザビ少将には一定の理解を示せたものの、宇宙攻撃軍司令ドズルザビ中将はこれを拒否。これには地球連邦軍との開戦が目前に差し迫っていた中で、モビルスーツの開発計画生産体制をここに来て改定することは供給ラインの停滞や遅延を招く恐れがあったためと言われており、事実統合整備計画が実施された一年戦争序盤、開発部門や開発企業との調整に時間を強いられたジオン公国軍はモビルスーツ開発の停滞を招いており、この統合整備計画の進行段階が MS-14 ゲルググのロールアウトを遅らせた原因の一つとも言われている。それでもこの計画がもたらした恩恵は大きく、計画開始から約4ヶ月後となる宇宙世紀 0079-6月に統合整備計画が完了を迎え、多くのジオン系モビルスーツがザク2の生産ラインで製造可能となり、一年戦争中盤以降は
既存機のバリエーション機の開発に加えて、モビルスーツ間での高度な互換性と高性能を有する新型機の開発を加速させていくことになる。前述の通り、ゲルググの量産化とビームライフルの量産体制が整った1年戦争末期には、YMS-16、YMS-17、YMS-18 という3機種の開発プランが進行。YMS-16 系は、モビルスーツの多機能化、あるいは単一特化型を想定した多機能汎用機、長距離砲船仕様などのモビルスーツが開発され、YMS-17 系は、対モビルスーツ船を想定した優秀な汎用型モビルスーツの開発と、既存機のハイブリッド化を目的とした開発が進められる。そして、YMS-18 系では、これまでのモビルスーツカテゴリーに当てはまらない新たな運用方法や、それに伴うコンセプトのもと、開発が進行していき、その中でも、YMS-18 構想のうち、襲撃型というこれまでにないカテゴリーと、敵防衛線突破能力に特化させたケンプファーは、統合整備計画の影響を強く受けた機体であり、ザク2海洋の基本フレームを転用し、コックピットには第2期生産型コックピットを採用。さらに、MS-07、グフの実践データをフィードバックした制御システムを組み込み、YMS-18 構想における E タイプに分類される機体として完成。この E タイプは、ドイツ語で襲撃型を意味する Einhorntype の略称とされ、ケンプファーの型式番号末尾に付けられている。一説によれば、試作実験を意味するエクスペリメントの頭文字とする説もあり、どちらが公式設定かは不確定とされている。統合整備計画によってモビルスーツの生産能力、開発スピードの向上に成功したジオン公国軍であったが、地球連邦軍との国力の差、長期的な消耗戦、さらには悪魔的な強さを誇った RX-78 にガンダムとそのパイロットであるアムロレイなどの活躍によって、宇宙世紀 0080 1月1日1年戦争は終結を迎え、ジオン公国軍は敗北。しかし、1年戦争終結後も独立戦争の継続意志を貫く一部のジオン公国軍将兵たちは、それぞれの組織を確立し、各地に潜伏するとともに、アクシズのような独自の生産ラインや軍産複合企業アナハイムエレクトロニクス社との技術交換などの手段を持ち得なかった小規模な残党組織にとって、当時の戦艦や統合整備計画型モビルスーツの高度な互換性が反連邦政府活動を支えていたことも事実である。ケンプファーの実戦投入とルビコン計画。宇宙世紀 0079 12月9日、1年戦争が終結する約3週間ほど前、グラナダ基地3号キリング中佐指揮のもと、ジオン公国軍突撃機動群所属の特務部隊サイクロプス隊が、地球連邦軍北極基地から中立のサイド6へと分解状態で移送されるニュータイプ専用ガンダム RX-78NT-1 アレックス、通称 G のダッシュ、もしくは破壊するために北極基地を強襲。しかし、北極基地強襲作戦は失敗し、アレックスは予定通り最終調整のためサイド6リボーコロニーの偽装された連邦軍施設 UN メディカルセンターへと搬入される。同年12月14日、再びキリング中佐指揮のもと、アレックスダッシュのためサイクロプス隊によるルビコン作戦が発動。翌日未明、月面都市グラナダで各パーツに分解されたケンプファーを工作機械として偽装し、リボーコロニー内への密輸に成功。サイクロプス隊4名によるケンプファーの組み立て作業が約2日ほどの時間をかけ、本来の性能を発揮できるほどの完成度をもって完了。同年12月19日、ルビコン作戦が開始。サイクロプス隊のミハイル・カミンスキー、通称ミーシャが、ケンプファーによる陽動を仕掛け、サイクロプス隊隊長、ハーディ・シュタイナー率いる別動隊が、アレックス・ダッシュのため、UN メディカルセンターに潜入。これが、ケンプファーの初めての実戦投入であり、起動を果たした、アレックスと対峙し、死闘を繰り広げることになる。このルビコン作戦は、新型のガンダムタイプのダッシュという非常に重要かつ大規模部隊を必要とした任務ではあるものの、実際にはサイクロプス隊4名とケンプファー1機のみというのが実情であった。これにはキリング中佐とサイクロプス隊の確執が原因とされ、味方からは鬼のサイクロプス隊と呼ばれるほどの精鋭部隊ではあるものの、上官との折り合いは悪く、ルビコン作戦ではキリング中佐から捨て石として扱われることになってしまう。ハーディ・シュタイナーは部下をおとりに作戦を決行しようとする軍上層部のやり方に終戦が近いこと、
おそらくジオンは敗北するだろうと予見しながらも、軍人の誇りと祖国への思いを胸に、部下と共に無謀ともいえる任務に赴くことを決意。多くの犠牲を払いながらも任務を遂行する彼らの前に、過酷な運命が待ち受けることになる。サイクロプス隊とケンプファーの活躍が見たい方は、ぜひ機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争をご覧ください。ケンプファーの機体構造。前述の通り、ケンプファーは統合整備計画に基づいた設計がなされており、各ユニットやインターフェースには他の機体と同等のものが採用されているため、2日という短期間にもかかわらずサイクロプス隊のみで組み立て作業を完了させている。またこのケンプファーには教習用モビルスーツとして前傾姿勢による突撃体制を用いるため、独自の特徴的な機体構造を併せ持っており、グフ系モビルスーツのユニット用デバイスが多く採用された頭部の最終装甲は、突撃姿勢時に最も強度が高くなるよう設計されており、モノアイも前傾姿勢時に死角が発生しないよう、頭部と胴体部の連結部にはケンプファー独自のモジュールが採用されている。ケンプファーを印象付けている一本角のブレードアンテナは折りたたむことが可能となっており、モノアイから後頭部にかけて組み込まれたスリット状の機構は、情報収集機能を持つサブセンサーアレイとしての役目を担っている。そのセンサー有効範囲はザク通海の約2倍となる6100メートルという高水準のセンサー機能を有している。また腕部ユニットのショルダーアーマーには3機のサブスラスターに加えて、前傾姿勢時に前面側となるマニュピレーター基部から肘関節部にかけては装甲を二重にした強化構造が採用され、それ以外の部位は徹底した軽量化が図られている。宇宙空間での空間戦闘において腕や足の振りにより姿勢制御を行うアンバックシステムがモビルスーツの主流となっていた中で、ショルダーアーマーに搭載された3機のスラスターによる機動性の確保を選択した本機は、紫外線対地戦闘において変則的な軌道変更や進路変更を実現し、非常に有効な機能として発揮。脚部はジオン公国系モビルスーツの象徴ともいえるスカートアーマーを排除し、股関節部の装甲を取り払い、サーベルホルダーやスラスターを内蔵させることで徹底的な軽量化が図られている。ただし膝の関節部には最終装甲措置が施され、無駄を削ぎ落としたサーベルホルダースラスター内蔵式の代替部には排除したスカートアーマーの機能の一部を移したことで機体バランスを維持しつつも大幅な軽量化に成功している。胴体部は突撃姿勢時の前面部以外には最低限の装甲強度しか施されておらず、重モビルスーツのような外観でありながら総合的な耐弾性は非常に低く、機体構造のほとんどがプロペラントタンクのみという設計になっている。この機体構造からもわかるように、最大戦闘出力による戦闘時間は従来のモビルスーツの半分以下とも言われ、足を止めての近接戦闘ではなく、機体各部に搭載された複数のスラスターを駆使した戦闘スタイルは強襲用モビルスーツという本機の性質を物語っている。そのため機体各部に配されたスラスターの数は非常に多く、背部と大体部に大型メインスラスターを4機、サイドアーマー部と脚部にはスラスターを2機ずつ、さらには各部に姿勢制御用バーニアが16機搭載され、そのスラスター総推力は16万キロにも及び、実にゲルヌの約 2.5 倍もの推力を誇っている。その大推力は突撃姿勢時での滑空やコロニー内壁の水平移動すらも可能にした。ケンプファーの武装。多種多様な実弾系オプション装備を採用したケンプファーは、背部と脚部、腰部背面に搭載された着脱式のマウントラッチを介して装備され、高機動性と火力を両立させつつ敵陣を突破し強襲。防御力を犠牲にしたその仕様はデッドウェイト化を避けるため、使い切るごとにマウントラッチごとパージし、徹底的な軽量化を目指した機体となっている。専用兵装として開発された専用ショットガンは、人間用のポンプアクション式ショットガンが採用され、確実性を重視したマニュピレーターによる手動装填と放射から自弾装填までを電磁作動による自動装填機能も有しており、ルナチタニウム合金製の弾球を放射する仕様になっている。重装甲モビルスーツクラスに対しては効果が薄く、チョバムアーマーを装備したアレックスに対しては至近距離からでもダメージを与えることができなかった。 MS-09R にリックドム2が装備していたものと同型のジャイアントバズは、背部のメインスラスターに干渉しない仕様で2機搭載されており、旧式とは異なりフォアグリップとトリガーガードが排除され、肩に担ぎ
片腕でも運用可能となっている。脚部のマウントラッチに搭載された使い捨てロケットランチャー、シュツルムファウストは、自動追尾機能はなく、命中精度は低いものの威力は強力で、ジオン広告系モビルスーツの中でも多用された兵装である。さらに、接触起爆式の円形プレート上機雷、チェーンマインを装備。ワイヤーで連結された機雷群を鞭のように振るい、目標に巻きつけ起爆させる武装であり、投擲兵器として用いることも可能となる。チョバムアーマーを装備したアレックスに直撃させたものの、追加装甲を剥がすだけに終わってしまう。また、頭部に60ミリバルカン砲を2機、大腿部フェアリングに内蔵されたゲルググ用の派生型デバイスを用いたビームサーベル、予備兵装としてハンドグレネード、ヒートホークが用意されていたと言われている。YMS-18 プロトタイプケンプファー。この機体はケンプファーの初期開発型であり、MS-18E ケンプファーとは頭部、肩部、胸部などの形状が異なっている。運用例が確認されたのは、一年戦争後となる宇宙世紀 0085 頃であり、宇宙海賊などがわずかながら運用し、大型の実体弾火器を装備している。また、ベース機となった機体がプロトタイプか、E タイプかは不明とされているが、ビーム兵器仕様として開発されたケンプファーも存在しており、それが MS-18F ケンプファー F 型である。ビーム兵器を主体とした武装構成を想定し開発されており、詳しい詳細は不明とされているが、ガンダム開発計画における設計案の一つとされ、突撃、強襲、白兵専用モビルスーツのコンセプトのもと、設計された RX78GP04G ガンダム試作4号機に大きな影響を与えている。同機は開発段階の時点で凍結されたものの、アナハイムエレクトロニクス社の重役であり、GP 計画の責任者、オサリバンの独断で、シーマガラハウとの裏取引により、基本フレームのまま、シーマ艦隊に極秘裏に譲渡される。後に、シーマ艦隊が独自に回収し、完成した機体が AGX-04 ガーベラテトラである。試作4号機、ガーベラテトラの解説は、同チャンネルの GP 計画の系譜をご覧ください。この他にも、地下弾頭を装填した惑星間巡航用核パルス推進ブースターとケンプファーをドッキングさせたシルバーランスというコードネームを持つ機体と、機動戦士ガンダムバトルオペレーションコードフェアリーに登場するオリジナル機としてティターニアという機体も存在している。前者のシルバーランスはケンプファーを制御ユニットとして機能させており、サイド3を強襲するために出撃。本来はオートシステムで無人機のまま突撃する予定であったが、エンジニアの協力が得られず、技術的な問題点から有人機仕様として完成している。後者のティターニアはケンプファーをベースに現地改修を施し、装甲を削ぎ落とし、防御力を犠牲にした特攻機仕様から全身に新規装甲を増加させ、機動性低下を防ぐためスラスターを増設、高性能ジェネレーターを搭載し、ジェネレーター出力を機動力に割り当てることで高機動戦闘を実現させている。このため武装面はケンプファーと同じく実体弾兵装で固められ、一年戦争末期の北米にて実戦投入されている。 RGM-79CA ジムレイド。お笑い芸人インパルスの板倉俊之さんが手掛けた小説機動戦士ガンダムブレイジングシャドウに登場する機体、コロニーギムナシオン2デジム界をベースに強襲用モビルスーツとして独自に開発され、特殊部隊シャドウズでの運用が行われた機体であり、小隊規模での電撃作戦を実行できるよう実体弾式の武装を多数装備し、機動性を失わないために大出力スラスターへの換装がなされている。本機に合わせた装備も用意されており、対モビルスーツ用の溶弾兵装ヒートダガーやマシンガン並みの連射性能を合わせ持つモビルスーツ突撃散弾銃アサルトショットガン、ジオン系の仕様とは異なり10連式に短縮され、機体背部のバックパックにマウント可能なチェーンマイン、脚部ミサイルランチャー、スモークディスチャージャー、スパイクシールド、唯一のビーム兵装、ビームサーベルなどを装備。強襲用モビルスーツという機体コンセプトと、実体弾式兵装出体で構成された本機は、ケンプファーを参考に開発されたと言われている。一般部隊仕様として、シャドウズ専用機よりも装甲を軽量化し、カラーリングも黒から白とオレンジを基調としたものに変更され、大出力スラスターへの換装だけでなく、腰部にもスラスターを追加したことで突撃機動に特化させた RGM-79CA ジムレイドライトも存在。武装はジムレイドと同じであり、スパイクシールドのみ排除されている。
なお、レイドとは郷愁を意味している。AMX101E シュツルムガルス。かつて、アクシズのネオジオンが開発した地球侵攻用モビルスーツ AMX101 ガルス J をベースに開発され、ケンプファーの郷愁用モビルスーツというコンセプトを継承した機体がシュツルムガルスである。シュツルムガルス最大の特徴は、外部装甲の徹底的な排除だけでなく、航行用推進機、つまりスラッファーすらも排除するという限りない軽量化を施しているところにある。その軽量化率は、ベース機であるガルス J の 50% 以上もの軽量化を果たしており、標準装備に関しても蛍光火器といった装備も一切排除されている。これは多機種の装備類を流用することを目的としており、ただただ軽量化に特化した機体に仕上がっているとともに、任務や戦況によっては機体の最大積載量が許す限り全身に武装を装備しての出撃も可能だと言われている。ファンの間では、何の目的で開発されたかわからない宇宙空間で推進機を外して出撃は謎すぎるなどの声が上がるほど異質な特徴を兼ね備えている。一説では、搭乗者の生存率を下げるほどの軽量化を実行していることから、特攻兵器としての側面が強いのではないかという見方もされている。劇中では、マグネットアンカーでネイルアーガマに取り付き、チェーンマインを使用。肩部にマウントされたスパイクシールドによる近接格闘戦によって、地球連邦軍エコーズ所属コンロイハーゲン戦のノルジェガンと交戦し圧倒してみせた。パイロットはネオジオン残党軍袖付きの古参パイロットビラン・チャベアが務めている。統合整備計画の影響を大きく受け、優れた整備性と安定的な操縦性をもって1年戦争末期に開発されたケンプファーは、強襲用モビルスーツとしてできる限り装甲を削ぎ落とし、全身に搭載した大水力スラスターと姿勢制御バーニアを駆使した一撃離脱の戦闘スタイルを確立。これまでにない設計思想と特徴的な機体構造によって、サイクロプス隊を象徴する機体となったが、終戦直前のロールアウトとアレックスの圧倒的な性能の前に大破したこともあり、限られた実戦運用のみにとどまる機体となっている。以上、ケンプファーの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。